罵倒されたりとか罵られてたりするこれはもう女性声優さんにも共通すると思うんだけど、ずっと思ってますよ。声優の魔法だよね、これって。ヒュースト、皆さんこんにちは。ヒューマンアカデミー声優専攻の長谷川玲奈です。そして総武学園ヒューマンアカデミー大宮校パフォーミングアーツカレッジ2年大宮校のママこと吉田あゆみと、同じく2年生キムミンソンです。はい、小学2年生が来てくださいました。やったー。ちょっとお話聞いてもらってもいいかな。はい、あのね、今日は私たちが選ぶ好きな男性声優さんを3人紹介したいなと思うんだけど、はい、思いつくかな。うーん、思いつきます。じゃあキムくんから発表お願いします。はい、僕の好きな声優さん、男性声優は、小林雄介さんです。リゼロから始まる異世界生活の、もう夏木すばる役の主人公なんですけど、はい、ものすごい演技が上手くて、もうすごい好きです。はい、好きです。はい、はい、次は大塚明夫さんです。イケてるおじさんっていう、声聞くだけでもうすごい好きで、もう、はい、フェイトのキャラクターに出てるんですけど、もう従いたくなりますよね。もう一人は関智一さんで、関さんも、フェイトに出てるんですけど、罵られたいです。罵倒されたいとか罵られたい。ちょっとキムが怪しいぞ。M ではないんですけど、ちょっと怖い。あのかっこいい声とか、素敵な人の声ってもうめったに悪口とか言わないじゃないですか、そういう人って。だから聞きたいなっていう。なるほどね、はい、いい人だからこそ、いい人だからこそ聞きたいっていうのが。なるほどね。はい、オタクだな。オタクです。はい、ママは？はい、私一人目は葵翔太さんです。おー、青いね、今日。そうですね、青いね。ずっともう言ってるんですけど、やっぱり、女性の声がすごいよね。なんでみたいな。本当に本当に違和感なくって、すごいなっていうのと、二人目が堀江俊さんです。おー、私堀江俊さんを知ったのが、アイドルマスターサイド M のピエールくんってキャラクターなんですけど、めちゃめちゃ可愛い声なんですよ。で、僕頑張るとか言ってめちゃくちゃ可愛いのに、他の作品だと低く、ギャップギャップがすごくって、で最初堀江さんって分からなくって、その低い声が、入ってるキャラクターが違うもんね。そうなんですよ、だから見て嘘でしょって言って巻き戻してってか、なるよね。なるで、3人目は平川大輔さんです。おお、好きです。なんとも言えないミステリアスな感じのお声がすごく好きで、癒されます。わかる、すごくわかる。ミステリアスだし、癒されるし、すごい聞き取りやすい、声なのかな、トーンなのかわかんないですけど、すごく耳に入ってきやすい声で、この人は本当に綺麗なんだなって思いました。じゃあ私は一人目は福山潤さん。はい、男性声優さんで興味を初めて持ったのが福山潤さんで、はい、まあ、そのきっかけは演じてるキャラクターと素の潤さんのギャップ。ああ、すごいですよね。イベントとかやってくださるじゃないですか、はい、挨拶までは、まあ、なんだろう、キャラに寄せてる感じ、でもなんかその後のなんかイベントとかでやるゲームとかコーナーとかでこんなに面白いんだと思って全然違うじゃんって思って、私が好きな赤髪の白雪姫にもね、出てらっしゃるし、なんかもう好きだなと単純に思いました。もう一人は杉田智和さん。あー、杉田さん、なんかちょっと面白いのが好きだけど、天才だなこの人って思って、何しても面白いけど、やっぱり演技は真面目というか、作品のこともやっぱすっごい熱心に研究されてるんだろうなっていうのも、すごい上からみたいになっちゃうけど、演技を聞いて感じる部分が多いので、なんかそこと、ふざけるところはとことんふざけるって、なんかやりすぎだよみたいなところも、何がみたいな、そういうところもすごく大好きだし、きっと杉田さんがいる現場って楽しいんだろうなっていうのをちょっと想像して、はい、杉田さんが好きだなと。で、もう一人は現場でお会いして改めて好きだなって思ったのが、はい、豊永さん。あー、豊永俊之さん。はい、豊永さんです、はい、恋と海には気持ち悪いって作品で同じ出演させていただいたんですけど、そのアニメ作品が私出来上がり初めてだったんですよ。で、すごい苦戦してる中に豊永さんがすごい優しく教えてくださったりだとか、なんかその収録がちょっと特殊でガンマイクで収録したのね。声優業界でちょっと珍しいと思うんだけど、
ど、だからなんか動きながら演じてたのよ、はい、動きながら。あんまり声優さんってマイクの前で動いちゃいけないっていうのがまあルールだけど、むしろ動いていいよっていうちょっと不思議な現場で、私のお兄ちゃん役だったんだけどね、はい、お兄ちゃんが後ろ姿で妹に喋ってる時は元永さんも後ろ向いてみたいな、で振り向きも全部動きながらやってみたいな。元永さん舞台とかもやられてるの で新しい演技の仕方を教えてくださったなって。やっぱ分かんないところ何でも聞きやすくて教えてくださるので、元永さんは私のもう勝てるすけどベスト3に入っております。本当は一番最初に言うべきだったんだけど、やっぱきっかけはちょっと福山潤さんだったので。なんか男性声優さんの人気って今すごい上がっていってるじゃないですか。すごいですか、まあ、女性もそうだけどやっぱ男性からの人気もすごい上がってるなと思ってて、うん、まあ、幅も増えたしね、今メディアに出る。個人的には正直女性声優さんより男性声優さんの方がちょっと長く作品に携われるんじゃないかなって感覚的に思ってて、女性って結構今アイドルものとかがだんだん増えてきてるし、新しいコンテンツだからフレッシュな子とか、だから逆になんかボス的な部分にベテランの方を呼んだりとかあるんだけど、なんか男性声優さんっておいくつになってもアイドルコンテンツやってるし、はい、ステージも立ってるし、ね、しかも変わらないじゃないですか、はい、見た目も、はい、変わらない。声鍛えてる人って若く見えるんだなって、まあ、これはもう女性声優さんにも共通すると思うんだけど、ずっと思ってますよ。声優の魔法だよねこれって、まあ、年取らないんじゃないかって思ってて、あ、びっくりしたな。声変わりとかもしかしたらあるかもしれないけど、その感覚って多分あるからさ、戻せる人も多分いらっしゃると思うし、大石翔太さんみたいにそういう高い人もいらっしゃるから、なんか本当に声って無限大にね、はい、演じられるんだなって思って、なんか今話してて感じました。はい、というわけで今回は私たちが選ぶ好きな男性声優さんを発表させていただきました。皆さんも好きな声優さんがいたらコメント欄などにコメントしてください。ということで、この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。